どうも、ひたつき万殺の清水大佐だ。大佐だったんすか <laughs> 大佐、えー、平田であります我が軍の精神力は無限なり、コロナ軍を撃滅せよ了解であります絶対やれ我々はできる寝ない覚悟であります寝てる場合か頑張れ 頑張るであります全然兵隊ものを見てなさすぎて。だよやっぱちょっとちゃんとゴミ川淳風見てんだろあれ兵か出てこないの出てあてくるけれども私はあの山本家が出てくるうじうじしてるとこ好きなはい。というわけで希望的観測を持って楽観的に行動し行動の失敗隠蔽する括弧から見る日本人の失敗パターンは日本軍と同じだねであります。でありますかでもさ思うんですけどあの我々思うにですねはい これ、みんなやることじゃないの海外やんないの <laughs> こんなんみんなやるじゃんだまあまあまあ、そう言うなよ <laughs> 日本人自虐ネタすぎだからさあのそういうわけで、あの今日はですね、今日こんな本を読みました。僕が見つけたいじめを服する方法。はいの、まあこれはですね、あの岩田健太郎さんですよ。うん、コロナウイルス超有名な。 でここにですね、えー、すごいことが、あのー、書いてあってですね。この本はこの本で別に紹介したんだけど、はい、あこういうのをね、あのー、重要だなと。 でこれに関しては同調圧力についてもいろいろ書いてあるわけ。これコロナウイルスが出た後に書いたやつなんだろう。後に書いたやつだと思うよ。<ー>今多分、り田さん執筆殺到じゃねえのいや、そうだろう。2020年4月。ああ<ー>。はい。もう一個ね、コロナウイルスの真実とベスト新書からも出てるやつが。たくさん書いてありますからね。ねえっと、と書きの日付が書いてないけど、多分まあ最近書いたやつじゃないかっ、うん、コロナって一緒に書いてあったからコロナのことも書いてあったし、うんうん、で、ここの初めの部分にですね、うん えーと勇気とは恐怖への抵抗、恐怖のこと国府のことで恐怖を抱かないことではない、マーク・トェインと。つまり、勇気を持ってても怖いものは怖いと。勇気を持ってても怖いものは怖い。そんな言い方してないけど、そうじゃないです、うん、ね。要するに、コロナを正しく怖がりましょうということであって、うんうん、コロナ大丈夫だよ、は,はっていうことではないということです。ね、うん、次にでです事件で熾烈なあ 火力に対しては、旺盛な関東精神も、肉弾突撃も、所詮は灯籠の己しかないという悲劇的な経験が、日本軍の指導者層の骨身に占めていなければならないはずであった。日本軍指導層は、しかし敗北の経験に学ぶことをせず、敗北の事実を隠すことのみ真剣であった。その結果、日本軍は自分に都合の良い推測によって、敵を評価するという明け気をいつまでも強制し得なかったである。ゴミ川淳平からのかなる夜、うん、突然 突然語るかなるはい、はい、あの,あの結構、あの岩田さんの本20冊ぐらい買って読んだけど、うん、岩田さん、あのー、哲学とか経済学とか、うんあの、いろんなこと好きなんで、いろんな例えが出てきて。うんうん、あでもゴミ川順平はいいよね。はい、ああいうふうになってますね。ゴミ川順平いいですよ。はい、はいよ。でですね、あのモンハン事件、まあ、当然知ってますよねっていうと、あのだめなんで、<laughs> ちょっとえっ、ー、と置いておいてですね、モンハン事件についてあの話をしたいと思うな。うん 国境紛争だよね、えー。国境紛争です。うん、えっ、ー、と、ここにね、あの、便利な、なんウィキペディアちゃん。ウィキペディアちゃんがありますけども、えー、1939年に満州国とモンゴル人民共和国の間の国境をめぐった戦争で、まあ、要は、あの、モンゴルとの、えー、戦争というよりはですね、ソ連対日本です、これは。うんうん、の紛争なんですけども、これがすごいんですよ。うん、ね、えー、まず、たった4ヶ月間の戦争なんですけども、うん、日本のね、総兵力はですね、5万8000人。はい。 向こうは大体7万人ぐらいです。2>, うん、2万人も多で、まあ、あ、いや、1万ぐらいなんだけども、千えー、2000人ぐらいか、はい。だけどですね、うん、こうもう惨敗に終わっとるわけですよ。惨敗。惨敗。はい、で、なんでかっていうとですね、日本人はですね、うん、こう兵隊がね、こうライフルを持って、うわーってこう行くわけですね。うんうん、で、でもね、あのソ連とソ連が持ってるね、大砲と戦車の数が違いすぎる。な<ー>えっと 大体日本軍が大砲を70個か80個しか持ってないに対して向こうは500個とかあるわけ。うん,うーん全然足りてない、ねね、で戦車の数もですねこっちがえっと戦車が92両。日本はい日本。で向こうはですね、えー、っと戦車438両装甲車385両。 足りんね、全然。全く足らない。うん。もう見つぶされてしまう。もう,ね、もうあのどれだけね日本人がね決死の覚悟で突撃じゃあとかねあの一人十冊を胸とするとかで、ねうん、こう言ってもですねもう戦車にバーンってやられたので,、ね、で肉片として砕き散るわけです。ね、でこれが起きたのが1939年です。うんうん、で1939年ちょうど世界第二大戦に入る前ですよね。で太平洋戦争入ったのはいつだったかな。太平洋。 戦争入ったのが、えー、1941年です。2>, はい、で 2>, 2年後 ?2 年後なんですけどもで、この時にですね、いくら気合があっても、うん、戦車と装甲車と大砲の数で負けてたら、うん、もう無理や、うん、っていうことですね。それはさ、本当にそうだよね。ね。うん、いやそりゃそうだよ。うん、ね。 数を根性でんとかできるんだったらいいよ、ね、であのこの辺の死者数と戦死もう傷ついた人たちですねはい、はい、もう最大級のき数だったわけですよここで本当にこの戦闘4か月間でもう多分1万人ぐらい亡くなってるわけ日本人だけでそうすると四か月でさ1万人亡くなるってやばいよ1日100人ぐらい死んでんだから1日100人ぐらい大砲とか戦車とか装甲車で肉片になって飛び散ってるわけ。 壮絶それをさ日本軍の指導者見てんのになんで戦力がさらに違うアメリカに喧嘩を売るねんってそのあとにねこれはおかしいと日本軍はですねあのよくやるんです戦力の蓄積投入とか気合でなんとかなるとかをよくやるんですよ日本人の無限の精神力をもってすれば資源の資源とかの工業力の差など関係ないっていうふうにですね東條英機の言葉ですね ね、だからこれまさに無限の精神力ね,ね無限の精神力があるという希望的観測を持って大丈夫だっつって兵隊を突撃させて、えー、失敗したらもうノモンハン事件で失敗があるのにもかかわらずそれを隠蔽しているとまあ、ね、キリスト教とはそういう特定の宗教がないのに無限の精神力はなかなか難しいと思うわこの頃は天皇陛下が神でしたそうだった、ねまあ、そういうふうにやっててね まあ今回も似たようなことが起きてますよね。うん、戦力の蓄字投入とか。うん、明らかに今回のコロナウイルスの、まあファク、ファクトはないよ。ファクトはないけども、あれが見るにあのー、オリンピック中止になってからちょっとおかしくねみたいな。オリンピック中止っていうふうに言った途端、こう感染者数がほって上がったで、あれはちょっとなんか、ね、 敵のお敵というのは今回に関してはコロナですね。コロ,ナコロナに関しては、希望的観測としては、あのもう海外ではね、袋叩きにあったわけですよ、オリンピックなんかできるわけねえからって言って、ボコボコにされたら、いや、いける、いける、大丈夫、ね、大丈夫、まあ、大丈夫、大丈夫。そう っていうふうに言われてたの、日本だけがいける、いけるっていうふうに言って、多分ね、希望的観測だったんだよ。まあだって、いけたかったよ行たっー。けたよー。何兆円の利権,利権が絡んどんねんっていう話だから、ね。で、なんかこう、もうオリンピックが中止になったら一体何兆円の損害が出ると思ってるんだと。これをあの乗り切ることはもう国難なんだと。 ね、絶対にやらなあみたいなことを D2 さんの中で言ってたとか、はい、っていう話もあの週刊誌とかで書かれてましたけども、うん、でもそれまさに希望的観測だよねんなんとかなってほしいっていう願望1割で済むんだっ <laughs> か分あの高低の稲8月の,あ<ー>あのダメージは1割で済ます、うん、そうはいかないんだけどね、うん、で残念ながらですねでそれによってなんとかなるだろうって言って楽観的に行動して で、さらに、その失敗に関して、一生懸命隠すというのはですね。今回の件もさ、だって、あの、岩田さん、をおそらく追い出したであろう、あの、橋本岳さん。はい。はい、はい、はい。さあ、の、堂々とさ、グレーゾーン。グリーンゾーンとレッドゾーン分けられていますっていう写真を上げて、自爆したりとか。あれ、どうなったんっていう。橋本さん、今、ツイッター復活したかな多分、それどころじゃ、もう、だって、いろんなことが毎日起きるから。 まさか首相自ら動画で炎上させてくれるとはって感じだよ。そうだよ。したかな。あ、2月20日でストップしてますで、ね、やっぱりっ、ね、しばらくこれあの禁進モードですでしこあの自民党の小平さんとかにこれちょっとお前黙っとけって多分言われたんだと思います。<laughs> まあまあ、まあ、ね近いのみたいな。うん いや、でもですよ。うん、あのー、義母的観測を持って、楽観的に行動し、行動の失敗を隠蔽する。これは日本人の失敗パターン、日本と同じだと。そうだ、そうだってね、今回、おかが悪いぞこの野郎、この野郎、この野郎ってね、言ってるあなた。我々。の人生。これはどうですかやめてそんな話を <laughs> こんな大変な時に <laughs>、ね、そんな厳しい話をしないで <laughs>、ね、じゃあ、おしまいにしましょう。 何も聞かなかった。お前は何も聞かなかったぞ、うん、<laughs> いやどういうことかっていうとですね、うん、えじゃあ我々、例えばね、うん、見てる皆さんが50歳なのか、40歳なのか、うん、30歳なのか、うん、20歳なのか、わ、うん、かりません。わ、うん、かりませんけどですね、じゃあこれからの経済がどれぐらいになるのか、ちゃんと考えて、計測してね、ね自分なりに調べてね、ね少なくとも、じゃあ年金はこうなるなとか。で こあのー、65歳とか70歳になったらこれだけ病気になるなとかね。で、その上で、えー、じゃあ貯金はこれだけじゃないと。だから今日の仕事これだけ頑張んないととかね。っていうふうに思ってる人が私どれだけいるのか。<laughs> うんうん、おそらくほぼいないと思います。だってそんなこと気にし, <laughs> してる場合かと。今俺は目の前のことで一生懸命なんだってね。うん 一生懸命頑張ったらなんとかなるはずだってもし思ったらそれね多分今の厚生労働省の職員とかと一緒だと思う。だってだって,だってまあでもそりゃあそうしたくなるよだってさあ、まあ、清水さんが先日アップしていた、うん、あの動画じゃないですけれどもうん、うん、我々の親世代はなんだかんだうまくいっていたんだよ、うん、ってことじゃない暖房よりもファクトを空気ではなく科学を。 まああのというわけでですね感染症に関しても、うん、あのな、ね、んとかなるよっていうふうに言って、うん、多分なんとかなるさーって言ってうまくいかなかったギャーっていうふうに言うのはダメなように、うん、我々の人生もですね,、うん、ねあ残念ながら日本の経済っていうのはですね GDP は今のところ横ばいですけど経済という視点で見たらですね、うん、3分の1。 世界シェアで3分の1なんです,ですね。ってことはこれ、日本国内だけ見ると横ばいだけども、うん、1990年以降ですね、残念ながら、に日本、世界シェアで3分の1の交代なんですよ。ね。これ日本人見ないようにします。見ない見ない。見ない見ない。だって見たくないもん。横ばいだからうまくいってるはず。でもそんなこと言ってる間に3分の1減ってるんです。ね、シェアは。事実は事実だ。ね。 ね、じゃあ、ってことは、このまま国際競争力がなくなっていくと、どうしたらいいのかなとか、うんうん、まあ、さらにその老人たちも増えていって、とかね、うんうん、まあ、あるいは、あの、年金も破綻するかもな、っで、一応、なんか、しれっと75歳からの支給案とかも、あの、国会で出てたりするんですよ。 はい。まあ、あの、それじゃあ、80になって、90になってって、どう天国になったら振り込みますとかね。<laughs> まあ、どうせもう、あの、保険じゃん。もう、じゃあ、あの、子供、子育て支援したいんで、もう年金なし、はい、死んだら子供に払います、あなたのっていう。それぐらいのかまた潔いかもしれない。ありえなかありえなか <laughs> <laughs> うん。で、そしたら今度、その子供が、あの、年金をもらうぐらいの年になったら、えー、っと、また、あなたの子供に永久に払わなくていい。素晴らしい案だ。 <laughs> 詐欺だよ詐欺。まあ今も詐欺みたいなもんだから。<laughs> でもさあ、でもだよ、でもさ、清水さんだっていろいろ頑張って考えていたのにさ、うんうん、コロナが流れると思わなかったよ。全く思わなかったよ、でもいろいろ備えてたよ、俺は。まあ確かにね、うん、お金をね、作ったりとか。ね、だから、あの人生なんとかなるはずだとか、うん、ねえー、っとこのまんまどうなるんだろう、いやでもなんとかなるよとか、いや今大変なんだから、今は目の前のこと一生懸命やるんだとかっていうのは、これは。 官僚だけじゃなくて、一般人も全部含めてそうなんですよ。だから、我々の投影なんですよ。で、そうすると、なんか、ちゃんと責任をね、失敗はね、行動の失敗はね、隠蔽するなと。責任を取れだって、私は全て隠し事もなく、全てのを置いて責任を取ってきましたからって、言える人ってどれだけいるんだろうって。 いや、それは公職についてる人ちょっと我々みたいな人違いますみたいな。言いたくなる、俺も言いたい。言いすごく言いたい。言いたいねん、ね、だけど、そうじゃないよねっていうところを考えるとさ、なんか今回のコロナ騒動でさ、見てると、やっぱりもしかしたらこれが日本人日本人なのかもしれないっていうふうに。まあそれはある種の諦めですかね。うん、諦めというか、希望的観測だよ、うん、ね。ここでね、いやいや。 頑張ろう日本、私たちにはまだまだ美しい力と心が残っている無限の精神力によってコロナを乗り越えようとかって言う方がやばくて、ね、うちら、だめかもって、うん、無理かもって思った上でうれでもどういたじゃあどうしようかなって初めてそうなるわけじゃん、うん、悲惨な現状かもしれないけど見つめた上でどうしようかなってなるわけじゃん。うんうん ね、だってさ、熱が38度とか出てるのに、いや、なんか気分悪いけど、頑張る頑張る、今日いけるいける、だって俺、あの、休んだら、あの、給料もらえねえもんとかで、で、ね、ってなったら、それは違うわけしうだね。でも、現実問題として、最近、あの、保育所とかがさ、うん、保育士さんがコロナに感染したのにさ、うん、混乱するのが嫌だから、ちょっと、あの、うん、隠しておいてくださいっていうふうに、市役所に言われたとかっていう事れもあるんだよ。怖ー。これは。確か横浜だったかな<ら>っていうのとかもあったりとかして、 これはですね、そう考えると別に、あの上の責任だけじゃなくて我々も含めてやっぱり行動の失敗をした時に必ず隠蔽せずにじゃあ責任ちゃんと取ってんのかとかさ、例えば子供がさ、子供に対して勉強しなさい、いい大学に行ったらなんとか人生なんとかなるんですとかって言ってたらもう嘘じゃんっていうこととかをね、受け入れるとかね、こういうのとかさ、いや結構これはね、あのー、 難しいねだってこういう時にさ日本のねあのこの検査をやらない方法がね素晴らしいんだと、うんね、で日本のクラスター対策は素晴らしいんだと、うんね、アメリカとか見ろって日本はなんとかなってる大丈夫だ大丈夫だっていうふうに。 思思いたいいい、うん、いたたいよね,ねいやもしかしたらそれがすごくうまくいったらそれいいことなんだけどもウイルスの学者さんがね、うん、あの NHK でインタビューしてたけどウイルスはねあの人を選びませんとうん、うん、美しい心があるとか関係なく <laughs> あのアメリカだってねあのなんとかなるんじゃないかって最初幻想を持ってたんだと、うん、でそしたらこあんな風にひどいことになっちゃうと日本もこのままではなるぞって言ってるわけですよ。そうねね アメリカ最初トランプさ、あんなの中国の風邪のウイルスだから知らんもん、禁止期からみたいな。な <laughs> マジアンダーコントロール、ねね。マジアンダーコントロール。ベリーマッチアンダーコントロールってツイートってたよね。もう余うなさま思ったけど、ね。俺に任せろとコロナウイルス、ベリーマッチアンダーコントロールってあれで、ね、あのツイートは安倍さんの、あの、福島アンダーコントロール並みの、あの、<laughs> 名言集、迷ってる方の名言集に、まあね、俺入ると思うその代わりトランプは多分一気で終わりだと思うんだけれども、安倍さんは結構続いてるっていうね。 トランプ一気で終わるかなそうなんだ。ジョジョバイデンがコロナで死なないかぎりじジョバイデン死んじゃいそうだったし。い平なほんちょっとと <laughs> ね。まあでも、ジョーダ・ダバイデンはやっぱり、あの、何あの、オバマさんの副大統領やってたからさ。うん。まあで、さらに言うとですね、あの、トランプ大統領は大丈夫、イースターまでには終わるからって。もう過ぎちゃった。<laughs> もう過ぎちゃって終わってるじゃん、むしろ。今、60万人とか感染してるからね、ね<え>アメリカは。うん 全然ちゃってでもやっぱりね、はい、あれにねすがったんだよ、うんね、でそうすると現実問題として、えー、っと今ね、うん、あの内閣官房室出てる、えー、っとデータを見るとですね、はい、東京の流れは5割ぐらいしか減ってないのでうん、うん、これを8割以上減らさなきゃだめなのかだめ、うんね、なのかなっていうふうになるとあのもっと自粛しなきゃダメだめだ ね、で、そのための現実的にはもっと保証した方がいいよねっていう話があるんですが。うんうん、さらに悲観的にもし見ようと思うとですね。うんうん、あのロックダウンしても、あんま変わってないっていう現実、ああね、海外の現実もあるわけですよ。うん、ね。じゃ、あ下手すると、これどうすんのっていう。いえ、考えたくない。ね。今日のご飯だけ考えてたえ。ね。俺もそうしてたい、本当に。うんうん、だって、ほら、あの、あの人が言ってたよ。<ん>えっと。 道は開けるの人が。出るかね出るか、うん、今日だけのことをとりあえず心配すいいよって。ああ、言ってたね。それはキリスト教の考え方でもあるよ。あの <laughs> あの、あの未来を心配するなら。今日食う、飯について考えない、ねね。そうそう、今日のことだけ考えなさいと。っていうふうに言ってた。まあ、それはそれでまあ、確かに正しい。うん。正しいんだけども、今日のことを考えなさい。明日何も起きないからと言ってるんですよ。明日以降のことをきちんと考えた上で、今日のこでも、 その30年分の不安とかを今日背負い込む必要はないんですと。今日のことをやればいいんですと、うん、いうこと。あ、俺はこれをねあのこんなクソ真面目な性格だから薄になったんだけどこういう、うん、なんかこう。 やっぱり希望的観測に戻りていけんじゃねっていうふうにオリンピックやっちゃやろうとしちゃってさやっぱダメだったっていうふうに言って中途半端に戦力蓄次投入してさ、うん、30万円払えるかもしれませんいやすいません一部でしたでももう一回一律10万円も検討してまーすとか、うん、でもどうしようかなとかってこのなんかもう平和感全て同じなんですよもう何<が>もうなんか、ね、戦争負けた時と、まあうん、でもそれで変わってないっていうのは さあの俺の心を考えた時にあいつらがだめだからなんだとうんっていうふうに言うのってさなんかちょっと違うしなそう、ねうん、だからじゃあ私たちができることって何かっていうと、うん、やっぱり日本人半分以上読書してないんでうん、うん、1> 月一冊も本を読んでないっていう人結構多いですからやっぱりあの本をこれ今回のね件だったら最悪、うん、例えばこれそこに新型コロナウイルスこれ1700円だけどさあのよかったよ 飛沫感染、空気感染の違いとかさ、例えばコロナウイルス、ゃんとソースも書いてあるし、お医者さん向けのもんだしね、例えば COVID19 によって、入院99例の症例によってね、何が起きたかっていうと、やっぱり発熱と咳が一番多いと、でも息切れは意外とか、筋肉痛は意外と少なかったりするわけ、最初の状態でとかね、中国、武漢のって、こうやって冷静になって知るっていうのもいいことだし、結構もう、まとめてる人いいんだね、こういうふうな岩田さんの本読んだりとか。 本を読むことによってみんなでこうちょっとずつこう賢くなっていって、日本全体が明るくできたらなというふうに思って今日も取らせていただきました。おめいます。はい、えー、岩田君今日もあの無限の精神力で一億冊読むべし。<laughs> 頑張るであります。えっと複雑さを生きるところあった。でしょ。持っていたぞ、うん。ね、さっき買ってきた本に。じゃああの。 私の活動をですね、えー、いい方も進めたいということでですね、安富教授の複雑さを生きる。これを復刊しております。10時間の特典動画付きです。買ってください。お願いします。あと次に出す QR コードで、えー、私と LINE でながれます。今日も特書。